米国株の配当金の受領方法。米国株の配当は外国株取引サイトにドルのまま入金されます。確認の仕方は外国株取引サイトログイン後に表示される外国株取引画面上部メニューの口座情報をクリックします。続いて画面左側の取引履歴をクリックします。取引履歴の詳細画面が表示されます。配当がある銘柄は取引の欄に配当と表示されています。数量は保持している株数、単価は1株当たりの価格、受け渡し金額は税金などが引かれた後の手元に残る金額が表示されています。米ドルのまま入金されていますので、円に変えたいお客様は画面上部の振り替えボタンをクリックします。4つの振り替えボタンが表示されます。右上の外貨預かり金を円価へ振り替えボタンをクリックします。振り替え金額の欄に振り替えしたい金額を米ドルで入力し、振り替えボタンをクリックします。確認画面が表示されます。間違いがなければ実行ボタンをクリックします。これで米ドルから日本円への振り替えは完了です。14時30分までに振り替えを行えば、当日の15時に円価に振り替えされ、日本円を証券総合取引口座に振り替えできます。今振り替えた日本円を証券総合取引口座に移すには、マイページでの操作が必要です。マイページ画面上部メニュー、入出金の欄から資金振り替えをクリックします。続いて表示された入出金画面下、外国株取引の振り替え括弧日本円ボタンをクリックします。振り替え指示の外国株取引口座から MRF お預かり金にチェックを入れ、次へボタンをクリックします。振り替え額の欄に振り替えしたい日本円の金額を入力し、次へボタンをクリックします。お客様の設定によっては暗証番号が必要となりますので、暗証番号を入力してください。資金振替の確認画面が表示されます。間違いがなければ実行するボタンをクリックします。これで証券総合取引口座への日本円の振替は完了です。